クソくらいっていうね言葉は結構あるんですけどね、クボくらいみたいなね、そんな動画を花屋レモさんがリリースして、なんか痛烈な仕込みですねこれね。クソくらいにかけてクボくらいみたいなね、いつの間にかまあそんな私も立場になってしまいまして、もうすっかりね、もう皆さんからこうやってバカにされ小疲れ、早くとっととねどっか行けみたいな感じになってるのかもしれませんけども、くじけずにねもうクソ食らっていきますよ、もうクソーみたいな感じでと、まあね無理やりこう悪い印象をね植え付けるためのオープニングになってしまいましたけども、そんなことないですね。面白いどら焼き作っていただきましてありがとうございました。私がねこうキリッと睨んでるところとかなんか面白いなと思いますね。まあお金にね私が出てくるかどうかはまあ何とも言えないですけども、今日はですねちょっともうすぐ初詣があるでしょ。別に行くか行かないか別にして、私はねお金が最強にない時がまあなんとね30代の半ばから生まれて、あまりにもなさすぎてですね、まあ、平和公園でホームレスをしたわけですけども、まあ、最初ホームレスをした時に一番近くの公園がまあそのなんて言いますかね平和公園だったんですよね。でどうせホームレスやるなら日本一有名なところでホームレスしてやっかみたいな感じで、せっかくだからね平和公園でホームレスしてみたんですけども、なかなかここがね快適だったですね。と同時にですね、そういう立場でありながら初詣に行った時、私はね決めたことがあるんですよ。そうお賽銭なんですけども、お賽銭はね今後一切この今考えうる最高紙幣でするぞと思ったんですよ。それがだから40歳になる前ですね。要するに1万円ですよね私のお賽銭は、お金がないんだけども1万円でお賽銭をすると。そしてエマってあるでしょ、エマには1億円稼ぐっていうふうに書いてね、でそれでぶら下げることにしたんですよ。でその写真は今でもあるんでちょっと探しておきますけども、40過ぎてね速稼塾やり始めて、速稼塾の主だったメンツと初詣に行くときに同じことをしてみんなで1万円バーンとね投げたりとかしたもんですよね。懐かしいですね。でさすがにね1月1日から1万円投げると私も痛いですよ。しかも金がなくって支払いが正月明けたらこう迫ってるのに、そこで1万円ですから、だからその支払い日までにそのまずはお賽銭の1万円を取り戻すためにビジネスを始めるわけですよ1月1日から。まあこう言ったらですけどもね、初詣に行って初詣から帰ってくるまでに何万円稼げるかなみたいな勝負ですよねまあその時にやったことってのはちょっとねここではなかなか言い出せないんですけども、まあでもビジネスはその1月1日にもすでに始まっていると。そして12月31日の最後の1秒まで私はビジネスをやっていたと、そのぐらいの気持ちでしたね。それはでも意識としては今でも変わってなくって、結局私こうやって今ねゆるく YouTube 動画だけやってるように見えますけども、がっつりねやっぱりビジネスしてるんですよね、稼ぎ上げてるんですよ。特にその YouTube 今ねやってますけども、再生数ぶっちゃけそんなに目立ったような数ではないと思うんですけども、私の YouTube の広告単価っていうのはおそらくですね20代から30代の方が手にしている平均的な給料と同じ額なんですよ、この私の YouTube ですよ広告収入は。これすごくないですか。だって10万人チャンネル登録の方と多分同じぐらいの広告報酬なんですよね。それはなぜかっていうと、私は確実に儲けるための動画と、それからアクセスのための動画と、自分の言いたいことだけ言う動画と切り分けてるんですよね。でそれも YouTube をたくさんやってきたから思えることであって、花屋レモさんがねこの思い込みの住人っていう言葉がありましたよね。で YouTube って今更稼げないよとかね、広告単価下がってるよって、確かにそうなんですよ、確かにそうなんだけども、でもね何かやりようあるだろうと。そして私はアフィリエイトの達人として、広告収入にはばらつきがあるってことも知ってるんですよ。例えば単価の安い商品で仕入れ金額の大きいものっていうのは、これね広告報酬っていうのはねあんまりもらえないんですよ。でもですね、もうコストが基本的に0円で、そして消費者さんの負担が大きいものに関しましては広告単価高くなるんですよね。まあ、その最たるものが FX なんですよ。 FX の例えば DMM.com で有名なね DMMFX の口座開設について、この口座開設のアフィリエイト報酬って、まあ、安い時で1万、今はね多分3万円ぐらいなんですよ。で世の中不況になると、とにかく FX に人が殺到して FX の口座開設はものすごくねニーズを帯びるんですね。まあ、ですので私は暗号通貨ですとか FX の毎日配信もやってますし、もちろんこれはね FX 自体にも
ものすごく意味があるんですよね。相場解説っていうのは FX を学ぶ方にものすごく役に立つことを私毎日やってるんですけども、プラスアルファ、その相場解説を一般公開に時期をずらしてやることによって、広告収入もね高額に得るというね、この二段構えなんですよ。さらに私の動画を見て FX に興味を持った方が講座解説をして私の動画で学び続けるわけですから、いずれ速稼塾のね門を叩くという、こういうストーリー動線もできてるわけなんですよね。ということで隅から隅まで私は基本動作の中にすでにビジネスが入ってきて、当然ですけども私のビジネスモデルをそのまま真似る人も同じような結果になるわけですよ。例えば今お話したように FX の相場解説を一般公開動画でするだけでこの FX のね、広告収入入るわけですから、結構これ大きいですよ。それから暗号通貨の話もたまにするといいと思うんですよ。暗号通貨の話っていうのは、まあビットコイン値上がりしましたね、今年はいくらぐらいいきそうですみたいな予測をベラベラ喋るだけでも全然構いません。まあ、それだけでも FX の、じゃあ暗号通貨の取引所のアフィリエイトがつくわけですよね。でこういったのが何で言えるかっていうと、私は自分の1万を超える動画、一般公開動画で自分のアナリティクスを見れるわけですよ。じゃあどの動画に広告がついたのか、どのぐらいの金額予想報酬いくのか、予想報酬ですね、そういうのを見ていくとアクセスは稼げるけども広告収入が10円20円みたいなのもあればね、例えば1万再生なのに10円しか入らないっていうものもあれば、中で50再生なのに5000円みたいなのもあるわけなんですよね。でそういうのは自分がやってみるからこそ自分だけのアナリティクスが見れるわけなんですよ。で誰かのアナリティクス見てもまあ参考にならないですね。昔ね子供向けのおもちゃを紹介する YouTube チャンネルっていうのが流行ったんですよ。でそういうのをやれば儲かれよみたいな感じだったんですけども、まあ子供がね見て広告から商品を買うってことはまあ考えられないんで、これは儲かんないだろうって私は思ってたんですけども、その話を真に受けて子供向けのチャンネルを作る人が乱立したんですよね。乱立するから広告単価っていうのは下等競争になってさらに落ちていったわけなんですよ。だから儲かるはずなのに儲かんないチャンネルが一丁上がりみたいな感じだったんですね。まあでもね FX の相場解説をする人って今でも少ないんですよ。 FX はそれを理解するのも難しいし勝つのも難しいんで、まあ勝たない人がね相場解説するっていう例はあんまりないんで、大体実績を上げてる人が相場解説の動画をアップロードしますからね。じゃないと続かないん で FX って勝ってないと本当にやるの苦痛ですからね。ましてや動画を撮って編集してアップロードするみたいな、こんなことをね耐えられる人はあんまりいないですから。だから私はだからね、全然勝ってない時からずっとやってましたけども、まあ半年ぐらいして、まあプラスになるようになってきたかなっていうところですね。まあその時の動画今でも残ってるんですけども、まあ最初はね、さすがにね、速稼塾の久保哲郎が FX やったらどうなるみたいな感じでアクセスが高かったんですけども、まあすぐにね、落ちていきましたね。だって勝ってないわけですから。で勝ち出してから安定したアクセスがまた出てきましたよね。というところでね、今日はこういろいろと話しましたけども、お金に関すること、まとめて言うと2点かな。一つは初詣で、まあ再生は1万ということです。ね、その1年かけて1億円ぐらい稼がしてもらうわけなんですよ。その1万分の1の1万円をまあお再生に投資するみたいな感覚ですね。まあ、そうするとその1年で1億円とは言えないけども、さすがに1万円を元を取るくらいは稼げると思うんですよ。逆にそれが稼げなかったらどうなるってことですよね。で花龍馬さんのオンラインサロンのことをついでに申し上げますと、これ19万8000円でしょ。おそらく頭金はなんか私のね、なんか速稼塾を真似してると思われるんで分かんないですけども、頭金3万円ぐらいを払ったら残りは自分のスケジュールで払っていいですよ、あとは交渉してくださいみたいな形になってると思うんですよ。ね、外れてたらちょっと恥ずかしいですけどね。なんかそんなのやってそうですね、花龍馬さん。で、まあそれでこそ久保くらいなのかもしれませんけども、まあそういうふうな形でオンラインサロンをやっているんじゃないかなと思いますけども、オンラインサロンをね、買った人にちょっとね、聞いてみたいんですけども、19万8000円がね、なんで安いかなんですよ。っていうのは、19万8000円で買って、その19万8000円が取り戻せないようなことをこれからしようとしてるのかっていうことを購入迷ってる人の自分の胸に聞いてもらいたいんですよ。でしかもこれ、19万8000円でいろいろ教えてくれるわけでしょ。さすがに19万8000円でコンテンツ買って19万8000円以上稼げないってことはないと思うんですけどね。
それこそそんなもの払わなくたって20万30万ぐらい稼げるわけですから、うん、だからね、うん、買って稼げないってことはもう買わなかったら絶対稼げないっていうことですよこれも。というところでね、ちょっとだけ応援メッセージをここで送らせていただきながら、もう一つのことなんですけども、あの YouTube ね、やっぱり1万本くらいやらないとその傾向はわからないんで、まあ1万本ですね、やっぱりね、1万本やって自分のアナリティクスを見て、そしてどっちの方向に向かうかってことを色濃く決めてはいかがかなと思います。でさすがに1万本取って、その一本一本ね、きちんと工夫しながらチャンネル登録1000人いかないってことはないと思うんでね、もしいかなかったらもう YouTube はすっぱり諦めるという方向転換もできますんで、やっぱり腹くって YouTube をやった以上1万本目指してほしいなと思います。それではいってらっしゃい。